参議院は初当選以降、一度も国会に姿を見せていないガーシー参議院議員について、速やかに帰国し国会に出席するよう求めました。参議院議員運営委員会の理事会で、石井委員長はガーシー議員の速やかな帰国と党員を求める文書を NHK 党側に渡しました。ガーシー議員は3月に帰国する意向を示していて、NHK 党側は、 彼の自由な意思を尊重したいとしています。通常国会でも欠席が続いた場合は懲罰を課す可能性もあります。